ドラクト聖書の箇所が、あ、これすごい珍しいところを受けたいと思います。旧約聖書の列史式、史式の史式のですね、9章、史式の9章、史式の9章431ページ。四式九章の431。四式サムエル記の前が四式でございまして、四式の九章の四式なんて開けることはないからね、みたいね。九章の6節からしばらく読みましょう。四式九章の、6節からですね。九章の6節からですね。はい。九章6節。みんな一緒に言ったんだ。九章6節。はい。それで、シェケムの者とベテミロの者は皆集まり、出かけて行って、シェケムにある石の柱のそばのカシの木のところで、アビメレクを王にした。このことがヨタムに告げられたとき、彼は行って、ゲルジム山の頂上に立ち、声を張り上げ、彼らに叫んでいった。シェケムの者たち、私に聞け。そうすれば神はあなた方に聞いてくださろう。木々が自分たちの王を立てて油を注ごうと出かけた。彼らはオリーブの木に行った。私たちの王となってください。するとオリーブの木は彼らに言った。私は神と人とを崇めるために使われる私の油を捨ておいて、木々の上にそよぐために出かけなければならないのだろうか。ついで木々は一軸の木に行った。来て私たちの王となってください。しかし一軸の木は彼らに言った。私は私の甘みと私の良い実を捨ておいて、木々の上にそよぐために出かけなければならないのだろうか。それから木々はブドウの木に行った。来て私たちの王となってください。しかしブドウの木は彼らに言った。私は神と人とを喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて、木々の上にそよぐために出かけなければならないのだろうか。そこですべての木が茨に行った。来て私たちの王となってください。すると茨は木々に言った。もしあなた方が誠をもって私に油を注ぎ、あなた方の王とするなら、来て私の陰に身を避けよ。そうでなければ茨から火が出て、レバノンの杉の木を焼き尽くそう。今あなた方は誠と真心を持って行動してアビメレクを王にしたのか。あなた方はエルバールとその家族たちと年頃に取り扱い、彼の手柄に報いたのか。ここまでにしたいと思います。これはなかなかですね、一生の間でも一回も読まない人もいるぐらい開けないところで、聖書通読をしている人は年に1回ぐらい全巻聖書を読むという人は1年に1回は読むところですけど、なかなか説教が語られたりということもない場所かもしれません。で、これ開けたのがですね、尾上聖書教会で、まあ、
水曜日に宝探しっていうのをやってまして、うん、これは一章ずつですね、ずっと吉脇を一章ずつやって今四式に入ってる。これは司会者が質問をしてそれに対して参加者がみんな答えるっていう形で、まあ、まさに聖書に隠された宝を探す、宝探しっていうわけでやってるんですが、先日は四式の九章の前半っていうところね。でこれ私が司会っていうことになったんで下調べをしてした時にね、でこの箇所がですね、その王を立てるということがテーマになってる。これは今読んで分かったところで、でその実際四式ですからサムエル記の前なんですね。もっと時代が下ってサムエル、預言者サムエルの時代に民衆が王を、私たちも欲しい、王を立ててほしいってすごく要求したので、サムエルが神に祈ったらもうそれは仕方がないからそうしようっていうふうに、まあ神が妥協するというか許しが出てイスラエルも王政ということになっていく、その前の出来事でして、アビメレクっていう人を、まあ、王に祭り上げたっていう出来事があった。それに対する異議申し立てをヨタムという人がした。でヨタムの話が、まあ、一つの例え話、偶話でこれを通説に批判したわけですよね。木々が自分たちの王になってくれっていうので、その王様候補の木のところに掛け合いに行ったっていうことですよ。そうするとオリーブの木は、私は王になんかなるよりもっと大事な仕事があるんだからお断りです。ブドウの木にも同じように断られ、イチジクの木にも断られ、こういうこのブドウ、オリーブ、イチジクっていうのは聖書にしばしば出てくる木で、とっても大事な木ですよね。神様と関係がある、神様にすごく忠実とかね、神様のこと、そういう木ですけども、そういうのはみんな自分が王になるなんてね、自分の大事な役割が果たせなくなるからやりませんって言ったのに、人々は、人々っていうか木たちは自分の王として茨のところに行って王になってくれって言った茨が、ね、あなた方が誠を持って私に王に迎えるんならなってやらやるぞ。だから茨っていうのはとんでもない人物っていうことですよ。王にするんだったらオリーブとかイチジクとかブドウとかに王になってもらえばいいのに、彼らはだから何、出たい人より出したい人ね、政治家の話でも言いますけども、こう自分が王になってえばりたい、人々を平芸したい、自分がいい立場に立っておいしい汁を吸いたい、そういう人を王にしちゃうっていう人間の非常に普遍的な話ですよね。で聖書の中でこれ書かれてる、これ文脈がですね、ギデオンっていう人、これは四式の中で割と有名人物でして、その約束の地にこうモーセに率いられ、それからヨシュアに率いられ、約束の地に入ってきて、荒野の40年を、荒野の40年を経て約束の地に入ってきて、どんどん占領していく。だけどそれもなかなか戦い大きいもので、でヨシュア以降リーダーがなかなかね、で単発的に出てくるわけですね。でその構造としては、その約束の民、誠の神を信じる民が神様に対する不信仰に陥っていった時に、あえてその周辺民族から攻撃されて痛い目に遭うように、これを神が許している。でそうすると、あ、神様助けてくださいって祈る。これすごく大事ですよね。今の日本に大事なのはこれかもしれないですね。とにかく神様助けてって言わないといけないのだと私は思います。日本のクリスチャンはもっとそこに目を覚まして、率直に神様助けてって言えばいいんだと思うんですね。神様待っておられると思うんですけど、でギデオンの時代もそうで、そういうふうに神様助けてっ
って言ってる時にギデオンという若者に神様は白羽の矢を当てた。でギデオンは農作業をするのに明るい時にやってたら敵のミディアン人がパーッと攻めてきてね、やってるものを取っていくとかいろいろ攻撃したりとか邪魔するから夜中にこっそり仕事してた、ね、隠れてやってた。そのギデオンに神の使いがマスラタケオよってね、文語体ではマスラタケオ、まあ勇者よ。ところがこのビビリなねギデオンで、いろんな経緯があってもうバーッとはしょりますけども、ギデオンが結局用いられてミディアン人をやっつけてね、40年間このユダヤ人イスラエル人は平穏に過ごすことができた、ね、40年長いでしょうか短いでしょうか、十分長いでしょうね。私が成人して40年ですから、その時代の間がいい時代だったとしたら、ああ時代が遅れたなって思うと思いますね。ユダヤ人にとってもそういうひとときがあった。で、あのギデオンが年老いて亡くなる。で、ギデオンその人の問題性っていうのもかなりいろいろあって、その神様から戦略を授けられて非常にこう用心深く、また神を信じて、そして勇敢に敵を追い払うということをやったんだけど、その後気が緩んだんでしょうか、結局そのたくさん奥さんがいて、おめかけさんがいて、子供が何60人とか70人とかいるとかね、そういう、まあ日本でも徳川家康にしろ大変ですよ、たくさん子供がいたわけですから、驚くような話ではないかもしれませんけども、それでその王様になってくださいってみんなギデオンに言ったんだけど、彼はなりませんって言ったんですね。これは説明しないと分かんないんですが、イスラエル族は王っていうことをあえて作らないっていうことでやってきた。その心はその誠の神様ご自身が、まあ王といえば王でいてくださるんだから、人間として目に見える王を作るっていうことは神をないがしろにすることであるという根本精神があるわけなんですよね。うん、ですから、だけど周辺諸国はみんな王を持ってるわけですよ。敵役となったミディアン人も王がいると、で王がいるというシステム、王がいるというシステムで、それがよく見えたんでしょうね。王様がいるからミディアン人の連中はまとまりがあって力があって有能なんだし、幸せそうに見えるしって思ったんでしょうか。だから自分たちも王が欲しいって思う気持ちがずっとあって、でギデオンに我々のねミディアン人をやっつけ合った後に王になってくださいって言ったけど、ギデオンは断ったわけですよね。私は王にはなりませんってきっぱり断った。だけどその聖書は冷徹に書いてあるのは、そのギデオンの隠れた面で、その妾さんの子供に、アビメレクって名前をね、さっき王に実際に報じられた男の名前アビメレクって出たけど、アビメレクっていうのはその王の息子っていう意味の固有名詞なんです。だから実子が70人とかたくさん、実子って言っても奥さんがたくさんいるね、それよりももっと静寂ではない妾さんの子供にアビメレク、王の子っていう名前をつけて、まあ越に行っていたんでしょうか、越に行っていたんでしょうか。それからアビメレクっていう名前も出てきました。アビメレク王にしたか、アビメレク、エルバールっていう名前がね、一番最後にいただき、これはギデオンの別名なんですね。うん、バール、エルバール。うん、あ、これね、ちょっと細かく調べてないから、ちょっとこれ以上突っ込むことしませんけど、とにかくその、ギデオンは誠の神を信じて、そう、勝って、で、王になっ
ってくださいなりません。その代わり報酬として略奪物として取った金の耳輪とかそういうものを全部くださいってみんな喜んでっていうことでギデオンに渡したわけだけど、ギデオンはそれでエポデというものを作った。エポデって何かというと、その神殿で祭司が胸のところにね、つける胸当て装束の一部で、そこにこうエメラルドとか12の宝石が埋め込まれてるわけですよ。ね、そういう尊いものを身に帯びて、12というのはもちろんイスラエルの12部族。ということを象徴しているわけですけども、その代表として祭司が立っておりますよという象徴として装束をつけているんでエポデをつけている。でそのエポデだけ作ってそれを飾っておいて、そのエポデを拝むという事態が生じた。これが7章8章あたりに書いてるわけですね。ですからこれがギデオンおよびイスラエル人の陥った罠でありまして、結局戦いに勝った略奪物でお金というかね、そういうもの入った。でそれをしかも祭司の身につけるエポデを作ったのに、だったら本物の祭司にちゃんとつけていただいてね、祭司の務めをしていただけばいいのに、そうでなくってエポデを拝むという事態ですね。ですから私たちもまあ立派な教会堂を建てました。でも教会堂において誠の神を拝むっていうことをすべきなのに、教会堂を拝んでいるとか、あるいは素晴らしい事業を拝んでいるとかね、キリスト教教育事業を拝んでいる、で誠の神を忘れているっていう事態は十分あり得るんじゃないでしょうかね。そういうふうにそのギデオンの時代ね、生きてる時代、そういうふうに陥って、でギデオンが死んでからその空撃を狙うように、その妾さんの子供のアビメレクが非常に仕掛ける以上のとんでもない出来事で、そのギデオンの生着ね、奥さん、正式の奥さんの子供72を全て殺す、惨殺するっていう出来事があったわけですよ。で自分が王になる、で自分が王になる時に自分の親戚筋のものを巻き込んで、だから殺す時もその身内のものを使ってたんでしょうね。まあ今日的現在的な言い方をすればお友達ですよね。自分たちのお友達で画策してね、正当な権利のあるものをパンパパパーンとやっつけて自分たちが全部仕切ろうっていう構えでね。でこのギデオンの場合はギデオンの子供たち70人を全て惨殺して、でアビメレクが王としてね、でそれはアビメレクの身内の者がそういうふうに持っていって盛り上げて王になった。その時に一人だけ生き残ってたのがヨタム。ヨタムっていうのは一緒に読んだ箇所に出てきたヨタムで、ヨタムがその木たちが王になってくれ、ブドウとイチジクと、オリーブに言いに行ったら、掛け合いに行ったら王なんかなりません、私にはもっと大事な仕事があるんだからって断れた挙句、茨に王様になってくれって頼んで、茨が王になっちゃった、アビメレクが王になったっていうのはそういうことじゃないんですかということでね。でこれが非常に世論を動かすところとなって、アビメレクっていうのはまあ結局引き下ろされて、その時は事態が収拾したんですけど、今回ね、私はその宝探しのために準備してて、あの聖書の構造っていうのがあるわけなんですよ。で日本で例えて言えば俳句っていうのがあるわけじゃないですか。で俳句っていうのは五七五でね、書き食えば鐘が鳴るなり法隆寺。これって理屈っぽく説明しなくても、そうこれを歌を言われたら、句を言われたら、なんか心にジーンとくるっていうかね、あの日本人の遺伝子みたいにわかるわけじゃないですか。それと同じレベルで
この聖書の民ユダヤ人にとって聖書、旧約聖書、旧新約聖書の書かれ方、書かれた構造っていうのがありまして、これはキアスムスっていうんですよね。 X 構造、 X ですよ。でどういうことかというと、文章が A それから B、C といって、その次中心点に行ってですね、まあ X とでもしましょうか。それから今度は C'B'A' っていうふうに戻っていく、そういう構造をしている部分が非常に多いんですね。で非常に長いキアスムスっていうのもあって、 ABCDEFGHIJKL もうザザザッといって、それが中心点に行って、今度は逆にダダダダッと行くと、そういう構造で見事に描かれていて、しかも中心部分が思想的にも中心部分だ、この書の一番言いたい部分はここだということが、形式上からも内容の中心点が明らかに分かる。これが遺伝子レベルでピンピンと読んで聞いてて分かる、まあ、そういう書かれ方がしてるんですけども、このキアスムス、まあ、日本語で一つ実例を挙げると、一番簡単なのが、今日は手が赤いです、これが A ですね。で中心点が、温かいお茶を手で包んで手を温めました。で A' は、寒い日は大変ですね、というと分かるじゃないですか。今日は手が赤くて大変ですだけじゃ意味がもう一つ取れない、ね、ペンキが手についたのかもしれないし、こうやってこすって赤くなったのかもしれないし、なんか薬を塗って赤くなったのかもしれないし、でも A' があることで寒い日は大変ですねということは、ああそうか、寒いからその結果手が赤くなってるんだなということが分かるわけですね。しかも A と A' に挟み込まれたところに温かい、ね、お茶を手でくるんで手を温めましたっていうのが来てるということは、この文章の中で手でこう温かいお茶碗をくるんで手を温めましたっていうことは、一番言いたい中心点だっていうことが明らかになってるわけですね。でそういうふうに書かれてる詩式もそういうふうに書かれてまして、詩式の全体1章から、まあ、21章まである中心点ですね、 ABCDEFG といって中心点行って、またダダダッシュダッシュダッシュって戻ってくる中心点が実は9章なんですよ。それはですね、インターネットで探していただいたら、キアスムスって調べていただいたら、公開してくれてる人がいますけども、その資料をね9ページぐらい印字したらあって、置いてたんで、ちょっと探したんで出てこなくてお見せすることはできないんですけど、確かにそうなんです。詩式全体がキアスムスを成していて、9章が中心点なんですね。9章を詩式は一番言いたい。でもう一つね、詩式を3分割して、その3つに分けた中でキアスムス、キアスムス、キアスムスっていう構造になってるんですけど、実は1章から9章までが、まあ、第1部っていうかね、1つ目のキアスムスになってまして、このだから9章に入ってるところ、まあ、A' 中心点からダダダと戻ってきて、A'、それに対応してるのはどこかというと、詩式の一章なんですよ。詩式の一章と九章が A と A' ということで照らし合わしてるっていう構造になってる。このことは明らかなんですね。そうすると、その A の内容と A' の内容っていうのは照らし合ってるっていうか、補完し合ってるっていうか、深め合ってるということは、一章は何かというと、約束の地に入った、解放された、解放されてるということですよね。で、九章がまたそれと響き合った A で、読んでないんですけど、九章の終わりの方は結局、たった、まあ、偽の王というか、自称を俺が王ということで立ってきた、アビメレクというのを撲滅する、ね、取り除くということ。それと一章が照らし合ってるっていうことは、いかにこの事件が大事な事件であったか。アビメレクが勝手に
自分が王になる。で、そのことによって利益を得る者が調子こいてパーッとやって、でもそれをイスラエル人たちは、それは自分たちのあり方にはおかしいんじゃないということできちっと退けるというところまでやった。この9章が1章ね、約束の地にいよいよ入って展開ですねっていうことと響き合ってるわけですよ、大事なテーマとして。しかも詩式全体の中でどうもこの9章がとっても一番大事な中心点、これはね思いもしなかったんですね。だけど次はサムエル記に行くわけですよね。でサムエル記の大事なところはイスラエルの民が王様を、周辺民族と同じく我々も王を欲しいって言った時に、サムエルは王なんか立ててもろくなことないですよって十分説明するわけですよね。江戸時代の殿様みたいに、今の自民党政権みたいにね、税を取れるだけ取って自分が贅沢する、自分の私腹を肥やす、自分のお友達の懐だけが潤う、そういうふうにするのが王っていうものなんですよ、正体なんですよって分かってるんですかということをサムエルは言って、それでもなおかつ王が欲しい、だからそういう人間の神性があるんでしょうかね。殿様に散々牛耳られて、4校6民とか、ひどい時は5校5民とか取られても、ゆいだくだくと、ね、殿様の言うことを聞いてる。それと同じ精神性を未だに持ってる日本人。主権者意識のない日本人っていうことになるわけですけども、聖書っていう本はそういうところにも光を与えるというかね、ヒントを与えると私は思うんですが、その、サムエル記の大事なテーマ、出発点として、王なんかろくなことないよって言ったけど、立てちゃった。とその一つ前の詩式の中心点がまさにさっきのね、木々がブドウとかイチジクとかね、オリーブの木に断られた挙句ね、茨に王になってもらってそういう事態だったのをやっと引きずり下ろしてっていうことが詩式の中心点であった。でサムエル記に行く。で私がどうしても連想してしまうのはやっぱモーセの格言ですよね。モーセ本当に偉大な人物だと思います。ところがそのモーセってのは非常に神に近いというか、神様からいろいろ御心を知らせてもらってね。だけどなんていうかな、そのいわゆる神様はこうおっしゃってるということを言うのはモーセだけの先見事行のはずなのに、そういうことをやってるやつがいます。ね。というふうにご中心されたときに、モーセはね、すべての民が預言者になればいいのにって言ってるわけで、これ驚くべき発言なんですね。だからモーセは中央集権で自分だけが神様の御心を知ることができて、ね、神の御旨を知ることができて、神様が喜ばれることを知ることができて、自分だけが知ってて他の者に教えるんじゃなくって、全ての民が預言者になればいいのにっていうふうにモーセは思わず自分の心情を吐露してるわけなんですよね。それがモーセの理想だと思うんですよ。ですからもうその時から3000年4000年5000年の時を隔てて、マルチン・ルーテルがね、万人祭司って言ったことの真髄はそこだと思いますよ。誰か祭司とか牧師さんとか神父さんだけが神様と接することができて、神様の御心を知ることができるんじゃなくって、イエス様を救い主として信じている全ての人が祈って神様の御心を、自分が自分に必要なことを知ることができる、ね、またこれがみんなに言われてるんじゃないかっていうことをね、共同体に言うことができる、そういうあり方ということをモーセはもうルターの出現の6000年も7000年の前に言ってたんだろうかってね思っちゃうわけですけども、すごくそういうことを考えさせられる箇所で、結局サムエル記では王を立てることを神は許すっていう形になるとか、その王政においてね、だからサムエルの言った通りで言っちゃことはない、言ったこっちゃないっていう痛い思いを
していくわけなんですけども、だからイエス様、ソロモンなんかはすごい批判してますよね。ソロモンの時代って非常に高度経済成長でお金もどん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 、他の国も、もう財産をバン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 とね、進行してきてですね、大金持ちになって、もう豪華な神殿を建てて、豪華な宮殿を建ててね、なまあ何シェバの女王とかエチオピアの方からやってきてね、ソロモン王の凄さ偉大さは噂に聞いておりましたが、それ以上の凄さでございますね。でシェバの女王にまたこう贈り物をたくさん送ってね、チャラララララんじゃないですけども、そういうこのソロモンの王の時代がイスラエルの絶世紀って思ってるんですけど、イエス様はすごい批判ですよね、ソロモンに対しては。うん、だからこの野に咲いてる花の一つほどにもソロモンは装ってない、ね、ソロモンがいくらきらびやかにね、自分を飾り立てて自分は豪華だすごいって言ってもね、この野の花、このアネモネの花一つの素晴らしさにもソロモンは勝っていないんだ、これがイエス様の評価ですよね。うん、それでその王様って、それでも王っていうのは立ててで、ソロモンの時代からもうだだ下がりにやーっといろんなものがねなっていく、倫理も乱れる、道義ももう薄れる、結局他の国にやられてね、散らされる。だけどこっちに集められるけど、いわゆる植民地状態のままずっと行く。だけど名目上は王とかそういうのは立てる。そういうことがある中で、その王の王っていう概念がですね、王の王っていう概念を通して神様は王教えになる、ダイレクトに言うと王の王はイエス・キリストですよね。まあ、時間がないですから非常に短く言いますと、王の王っていうのはかのエリザベス女王もエリザベスから変わりましたけど、どの王様も王様たちもね、自分じゃなくてあなたが王様ですと申し上げるべきようなお方がおられる。王の王、主の主、ローズオブローズですよ、ね、それはイエス様だ。でイエス様っていうのはその王の王であるお方が、ご自分が全ての人類の身代わりになって十字架にかかって、自分の命と引き換えに私たちを救ってくださった、ね、すなわち父なる神様にお祈りすることができる、お願い申し上げることができる、祈りを申し上げることができる、そういう道を開いてくださった、そのことをありがたく信じる全てのものにね、別に教会行ってなくたっていいんですよ、洗礼受けてなくたっていいんですよ、イエス様が私の罪の身代わりに死んでくださった、そうやって私は父なる神に祈ることができる、それだけでいいんですよ、そういうことなんですよ、ね、そういうイエス様が、イエス様こそ王の王なんですよということで、神の方としては心ならずも立てることを許した王だけど、その王ということを使って、王ということを使って、そういう王たちをはるかに凌駕した王の王として、誠の神、また救い主イエス・キリストが、厳然と君臨しているのである、ね、またそのイエス様のお名前によって父なる神に祈ることができる、そういうふうに神の国っていうのは動いている、ね、そういうキングダムというものがずっと現実社会にピタッと張り付いて動いているということを、神様は聖書を通してですね、私たちにその経輪を知らしめてくださって、だからこれを知ることができるということは、どんなにね、得っていう言葉ではその100分の1も言い表されてないぐらい大変なことを、私たちは明らかに知らせていただいている。日本語の聖書でそれを読み、日本語の聖書で解き明かしを聞いて、それを知ることができる、そのことに価値があるかないか判断するのは自分の問題ということですね。ですからそれを知らせなさい、知りなさいっていうことを私たちは言われてるということでね、それを申し上げさせていただいたっていうことでございました。以上でございます。